インフルエンザ、インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる、急性感染症。略称として、インフル、がある。上気動炎症状、呼吸器疾患を伴うことで流行性感冒流行性感冒つめて、流感と言われる。季節性インフルエンザには、A 型、B 型、C 型の3種類があり、すべての年齢層に対して感染し、 世界中で繰り返し流行している。日本などの温帯では季節性インフルエンザは冬季に毎年のように流する。通常、11月下旬から12月上旬頃に最初の発生、12月下旬に小ピーク。学校が冬休みの間は小康状態で翌年の1から3月頃にその数が増加し、ピークを迎えて4から5月には流行は収まるパターンで、 あが、冬季だけに流行する感染症ではなく、夏季にも流行することがある。A 型は、平均相対湿度50%以下になると、流行しやすくなると報告されている。全世界では、毎年300から500万人が、インフルエンザが重症化し、25から50万人の死者を出している。先進国における死者は65歳以上人口が最も多い。また病欠。 生産性低下といった社会的コストも大きい。感染経路は咳やくしゃみなどによる飛沫感染が主と言われている。一般的には、蛍光、警備で呼吸器系に感染する。飛沫核感染、空気感染や接触感染など違った形式によるものもある。予防においては、有症状患者のマスク着用が有用であり、飛沫感染防止に特に効果的であるが、 形状や機能性などによっては、完全に防げない場合もある。マスクのみでは、飛沫核感染や、接触感染を防ぐことができないため、手洗いマスク着用などの対策も必要である。最も感染を予防できる方法はワクチンである。抗ウイルス薬、タミフル、リレンザなど、も存在するが、ウイルスはすぐに耐性を獲得し、その効果も備蓄するほどかどうか見直されてきた。 合併症がハイリスクとなる人とは、インフルエンザの病原体は RNA ウイルスのインフルエンザウイルスである。以下の3種類が存在する。感染してウイルスが体内に入ってから2日から3日後に発症することが多いが潜伏期は10日間に及ぶことがある。子供は大人よりずっと感染を起こしやすい。ウイルスを排出するのは症状が出る少し前から。 感染後2週間後までの期間である。インフルエンザの電波は数学的なモデルを用いて禁止することが可能で、ウイルスが人工集団の中に広がる様子を予測する上で役に立つ。インフルエンザは主に次の3つのルートで電波する。患者の粘液が他人の目や鼻や口から直接に入る経路。患者の咳、くしゃみ、唾吐き出しなどにより発生したしぶきを吸い込む経路。 ウイルスが付着したものや、握手のような直接的な接触により、手を通じ口からウイルスが侵入する経路である。この3つのルートのうち、どれが主要であるかについては明らかではないが、いずれのルートもウイルスの拡散を引き起こすと考えられる。空気感染において、人が吸い込む、しぶきの直径は0.5から5マイクロメートルであるが、たった1個のしぶきでも感染を引き起こしうる。 一回のくしゃみにより4万個のしぶきが発生するが、多くのしぶきは大きいので、空気中から速やかに取り除かれる。飛沫中のウイルスが感染力を保つ期間は、湿度と紫外線強度により変化する。冬では湿度が低く日光が弱いので、この期間は長くなる。インフルエンザウイルスはいわゆる細胞内寄生体なので細胞外では短時間しか存在できない。 紙幣、ドアの取っ手、電灯のスイッチ、家庭のその他の物品上で短時間存在できる。物の表面において、ウイルスが生存可能な期間は条件によってかなり異なる。プラスチックや金属のように多孔質でない硬い物の,の表面でかつ、ライボーヌクリーイスが完全に除去された環境をつまり、人が絶対にいらない無菌室内にある多孔質でない硬い物の,の表面では、 実験的には、ウイルスは1から2日間生存させたのが最長記録である。ライボーヌクリースが完全に除去された環境、つまり、人が絶対に触らない乾燥した紙では約15分間生存する。しかし、手などの皮膚の表面には多量のライボーヌクリースが存在するため、RNA ウイルスは速やかに断片化されるため、皮膚での生存時間は5分間未満である。 この点は、細菌やスピロヘータと、しばしば混同されている。鳥インフルエンザのウイルスは、最適な細胞ごと凍結することにより、長く冷凍保存できるという論文もある。インフルエンザウイルスは、ライボーヌクリーイスがなくても摂氏56度、60分以上の加熱により、不活化する。ライボーヌクリーイスの存在下では、常温5分未満で断片化する。また、 pH2 未満の酸によっても数分で不活化する。なお、H1N1 イコールソ連型ではない。スペイン風邪も H1N1 だが、ソ連風邪とは異なる。特に、今言われている、新型インフルエンザ、俗称、豚インフルエンザも H1N1 だが、A ソ連型ではない。ソ連型 H1N1 はほとんどタミフル体制だが、新型インフルエンザ H1N1 では、 タミフル体制株はまだ少ない。日本で流行中のインフルエンザの98%が新型インフルエンザである。一般的な予防方法としては日常生活上の注意とワクチンを使用した予防接種がある。マスクの着用やうがいによってインフルエンザを予防することは欧米及び世界保健機関では推奨されていないし、十分な予防効果の科学的証拠がない。 マスクは湿気を保つためと感染者が感染を大きく広げないための手段として考えられている。理論的にはウイルスを含むしぶきがマスクの網目に捉えられると考えられるが十分な臨床結果を必要とする。インフルエンザワクチンは不活化ワクチンである。インフルエンザ菌、特に皮膚、ヘモフィルスインフルエンザ B 型に対するワクチンとの混同を避けるため、 インフルエンザ HA ワクチン、人工インフルエンザワクチン H5N1 と表記される。体の免疫機構を利用し、ウイルスを分解、生成した HA タンパクなどの成分を体内に入れることで、抗体を作らせ、重症化を防ぐ目的に使用される。なお、インフルエンザワクチンに限っては、ワクチンは、接種を行っても、個人差や流行株と、ワクチン株との抗原性の違い等により、 必ずしも十分な感染抑制効果が得られない場合があり、100%の防御効果はない。現行の非化接種ワクチンは感染予防より重症化の防止に重点が置かれた予防法であり、健康な成人でも感染防御レベルの免疫を獲得できる割合は70%弱、同時期に2度接種した場合は90%程度ま、上昇である。 感染防御レベルの免疫を得られなかったものの中で発症しても重症化しないレベルの免疫を獲得している割合は80%程度とされる。100万接種あたり1件程度は重篤な副作用の危険性があることなども認識しなければならない。免疫が未発達な乳幼児では発症を予防できる程度の免疫を獲得できる割合は20から30%とされ、接種にかかる。 費用対効果の問題や数百万接種に1回程度は重篤な後遺症を残す場合があることを認識した上で接種を受ける必要がある。2006年の米家族医学会では2歳以上で健康な小児への接種を推奨している。妊婦へ妊娠中にインフルエンザワクチンを接種すると産後に母子双方をインフルエンザ発症から保護すること示された。 インフルエンザワクチンの接種不適当なものは、インフルエンザ HA ワクチン、政権の添付文書によれば、下記の通り、循環器、肝臓、腎疾患などの基礎疾患を有するものや痙攣を起こしたことのあるもの、期間自然則患者、免疫不全患者などは、接種に注意が必要な要注意者とされる。 かつてはこれらのような患者には予防接種をしてはならないという考え方が多かったが、現在ではこれらの患者こそインフルエンザ罹患時に重症化するリスクの大きい患者であり、予防接種のメリットがリスクよりも大きいと考えられている。インフルエンザワクチンは不活化ワクチンであるため、免疫不全患者に接種してもワクチンに対して感染を起こす心配はない。しかし、効果が落ちる。 可能性はある。天尾ワクチンであり、針を介さないため針を好まない人に有用である。また、生ワクチンであるがゆえ、抗体の定着も良好。適応は5歳以上、50歳未満。近忌は不活化ワクチンとは、対照的に慢性的な循環器、腎臓、呼吸器疾患や代謝疾患、血液疾患、液感染性のもの。 妊娠している女性、ディランバレー症候群を器用に持つ者。副作用で頻繁に起こり得るのは、鼻炎や感冒症状。日本では、未承認である。よって輸入ワクチン取扱医療機関にて申し込み、全額自己負担での接種となる。投与手段は、皮下注射や筋肉注射であるが、米国では、微粉無式のものも認可されている。効果は、 免疫力に比例するため、青年者には最も効果が高いが、弱齢者、高齢者は免疫力が低いので、効果も低くなる。過労、ストレス、睡眠不足や、不節制な生活をすれば、体の免疫力そのものが低下るのでワクチンを接種、したから大丈夫と過信してはいけない。効果は、一般に2週間程度で効果が出始め、3ヶ月程度は効果があると考えられている。 したがって、接種2週間後までの不接生は避けるべきである。日本におけるワクチンの接種費用は3000から6000円程度が多い。料金は医療機関によって異なり、健康保険の法定給付の対象外である。健康保険組合や国民健康保険組合などでは、保険者独自の給付として、非保険者や世帯主に対し接種費用の助成を行う場合もある。 65歳以上の高齢者、60から64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な人については予防接種法上の既接種に指定され、多くの自治体において、抗皮助成が行われている。2017年5月、 皮膚に貼るタイプのインフルエンザワクチンを開発、人間への活用を目指すと学会で発表された。日本では、インフルエンザウイルスの A 型及び B 型株をそれぞれ、個別に発育経卵、鳥の受精卵で培養し、増殖したウイルスを含む、尿膜空液を、ゾーナル延伸器による、初等密度勾配延伸法により脳生成後、ウイルス粒子を、エーテル等により処理して分解。 ホルマリンで不活化した HA 核分を用い、核株ウイルスの HA が規定量を含まれるよ希釈調整して製造している。2014から15シーズンまでは A 型2株と B 型1株の参加ワクチンだったが、B 型である山形系統とビクトリア系統の混合流行が続いていること、2013年風の推奨もあり、2015から16、 シーズンより A 型2株と B 型2株の4化ワクチンが選定された。鳥の受精卵を使用するワクチンの製造には6ヶ月程度必要であるため、次の冬に流行するウイルス株を正確に予測して記号するワクチンを製造することは難しい。ウイルス株が変異していればその効果は幾分低下するが、アフィニティマチュレーション、抗原結合の成熟によりある程度の 免疫効果が期待できる。これは弱毒性ワクチンよりも不活化ワクチンの方が効果がある。抗原形の一致、不一致に関わらずもともと免疫のない弱齢者では弱毒性ワクチンの方が有効とされている。感染歴のある成人では交差免疫により性ワクチンウイルスが増殖する前に排除され免疫がつかないこともある。このような場合は、 不活化ワクチンの方が高い効果が得られる。1トルワイヤルは、繰り返し針を刺して、注射液を分取するため、保存剤、チメロサールを添加している。0 5トルワイヤル及び、シリンジ製剤は保存剤なし、チメロサールフリー。インフルエンザワクチンは、経卵アレルギーの患者にも、接種の際に注意が必要である。そのため、一部の施設では、 接種自体を行っていない。施設によっては、避難テストなどを行った上で接種したり、2回に分割して接種するアドレナリン及び副腎皮質ステイロイド製剤を準備した上で慎重な観察のもとに接種するなどの工夫をして接種を行っている。かつては日本でも学校で集団接種が行われていたが、同様に、鶏卵アレルギーの問題のため現在は、 任意となっている。医療従事者向けに医療機関で実施したり、小中高校、大学などで実施する場合も、個人の医師による自発的な接種と位置づけられている。2006年の報告では、インフルエンザ自体に対する集団接種の効果は、ある程度はあるものの、費用対効果あるいはリスク対効果の点では不明である。1976年に、米国で、 H1N1 が発生し、4300万人に予防接種を行った。約400人がディランバレー症候群となり、25人が死亡した。インフルエンザによる死亡は例のため大問題になった。1957年にも同様な現象が見られた。CDC によると、通常でも毎週80から160例の新規患者が発生している。因果関係は明らかだが、 予防接種を中止するほどの問題とはされていない。新型では11月末、現在10例。米国では、ベアーズによるワクチン副反応試が行われている。2014年の国蘭共同計画による出版バイアスを除外した臨床試験の完全なデータに基づいた分析では、抗ウイルス薬はインフルエンザの発症を予防するが、当初の使用の理由である入院や合併症を 減少させるという十分な証拠はなく、5%に、王と悪心の副作用が生じ、精神医学的な副作用を1%増加させると、し、世界的な備蓄が必要なほどの恩恵があるかどうかの見直しの必要性を報告した。小児では、入院、重篤な合併症、肺炎のリスクの低下はなかった。英国国立医療技術評価機構の2008年の 診療ガイドラインでは、オセルタミビル、タミフルとザナミビル、リレンザの予防利用は、特定のリスク群の項をすべて満たす場合にのみ、推奨している。それ以外の場合には、季節的なインフルエンザ流行の予防に対して、オセルタミビルとザナミビルは推奨しないとしている。アマンタ人は、インフルエンザ予防に推奨しないとしている。日本感染症学会の提言では、病院施設、 高齢者施設において、インフルエンザが発生した場合、ワクチン接種の有無にかかわらず、同居者に対して、抗インフルエンザ薬の予防的投与を行うとしていい。治療用の薬であるオセルタミビル、商品名、タミフルカプセル75、ザナミビル、商品名、リレンザ、ラニナミビル、商品名、イナビルは予防用としても使用認可されている。 予防薬としての処方は日本では健康保険の適用外であり、原則的な利用条件が個別に定められている。インフルエンザ感染症を発症している患者の同居家族や共同生活者、施設などの同居者が下記のような場合にはタミフルのカプセル製剤を1日1回予防使用することが認められている710日間継続して服用する。 健康成人と13歳未満の症には予防使用の対象にならない。リレンザの予防投与では、その対象が原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族、または共同生活者である次の者の、オセルタミビル、タミフルの健常者への予防投与によるいくつかの有害事象が、神戸市立医療センター中央市民、 病院呼吸器内科により報告されている274人のアンケートから報告によれば最も多かった症状は疲労で他には腹痛、下痢、食欲不振、頭痛、不眠症、発熱などであった。しかし症状の消失は服用中仕事服用中の報告があり、服用との因果関係は明らかではないとしている。臨床検査技師など専門家でなくても、 迅速に診断が可能な検査キットが2001年頃より臨床現場で使われ始め普及している。この検査キットでは、鼻空吸引液、微空拭い、咽頭ぬ拭い液持ち、15-20分で判断をすることができる。A 型と B 型の間別も可能であるが、ウイルスのア系の判別までは行えない。オセルタミビルは発症後48時間以内が非常に有効とされるため、 迅速診断は非常に重要な検査方法となっている。しかし、発症した直後ではウイルス量が少ないため陽性と判定されないことがある。シャートロンド・シーラの報告によれば陽性率は62.3%とされ、感染者の約6割が検出可能。発症後18時間以内はインフルエンザに感染していてもキットで検出できない割合が高く、 発症後2日目が最も陽性率が高いとされるが、発症後4から5日経つと陽性率は減少する。つまり、検査制度の問題により陰性であっても、インフルエンザでないとの証明はできず、インフルエンザが疑われる症例であっても、必ずしも迅速検査キットを用いた検査を行う、必要はない。むしろ検査自体に苦痛があったり医療者をウイルス感染させる問題があることから、 重症患者や高齢者、血液疾患や糖尿病などの健康上のリスクを抱えた患者以外には迅速診断検査をありに行うべきではないとの専門家の意見も見られる。まず感染防止のため患者を直ちに個別室に隔離する。2009年の英国国立医療技術評価機構並びに2012年の日本感染症学会の診療ガイドラインでは 発症してから48時間以内といった条件を満たした場合、ノイラミニガーゼ阻害薬の投与を行う。2009年のナイスのガイドラインでは、オセルタミビル、タミフルカザナミビル、リレンザが治療に選択されるとしている。一方でナイスは、アマンタジンはインフルエンザの治療に推奨していい。さらに、 アメリカ疾病予防管理センターも2005年から2006年のインフルエンザについてアメリカではアマンタジンと日本未発売を使用しないように勧告を行った。このシーズンに流行のインフルエンザウイルスの90%以上がこれらの薬剤に耐性を得ていることが判明したためである。2014年国連共同計画と英国医師会雑誌は共同で 出版バイアスを除外して2万4千人以上からのデータを分析し、オセルタミビルとザナミビルは当初の使用の理由である入院や合併症を減少させるという十分な証拠はなく、成人では発症時間を7日から6.3日に減少させ、小児では効果は不明であり、世界的な備蓄が必要なほどの恩恵があるかどうかの見直しの必要性を報告した。2017年には、 世界保健機関の必須医薬品専門委員会は、そうした新たな証拠があるためオセルタミビルを必須医薬品から補助的な薬に格下げし、重篤な入院患者でインフルエンザウイルスの感染が割れる場合のみの使用に制限することを推奨した。インフルエンザウイルス自体に対する治療としては、以下の通りに抗ウイルス薬が存在する。多くの場合発症後早期。 約48時間以内に使用しなければ効果がない。しかし、抗ウイルス薬により、早期に症状が解消した場合、十分な免疫が得られない。日本感染症学会ガイドラインでは48時間を経過した患者についても、すでに警戒傾向である場合を除いて、積極的投与を検討するとしている。アマンダ人体性インフルエンザウイルスやザナミビル、 オセルタミビル耐性インフルエンザウイルスの出現もすでに報告され、アマンタジン耐性は主に連続変異によって M にタンパク質の構造が変化することによるとされる。また、ザナミビルとオセルタミビルの両薬剤に耐性を持つウイルスの出現もすでに報告されている。こちらの耐性機構についてはまだよくわかってはいないが、ヘマグルチニンが変異して細胞との結合力が低下して、 ノイラミニダーゼの働きが弱くても、細胞からの放出が行われることによって、性を獲得する場合があることが報告されている。このような薬剤耐性ウイルスの出現に対抗するため、新薬開発の取り組みも継続されている。2002年冬、インフルエンザが非常に流行したため、抗インフルエンザ薬が不足するなどの問題が起こったことがある。一部の医師は、 オセルタミビル等の抗インフルエンザ薬に対する治療効果に対し疑問を持ち、漢方薬を使用した治療を研究し行っている。以下の通り一部の漢方薬には、日本においてインフルエンザ、あるいは流感の適用を承認されているものがある。同盟処方であっても、薬事法に基づく製造販売承認上の効能、効果の承認内容がなる場合がある。2008年10月、現在。 BR 一般用医薬品、OTC や、漢方専門医、薬局の処方、自由診療により、喉の痛みや渇きに効果があるとして用いられる処方も、ある。感染者が他人へウイルスを伝播させる時期は発症の、前日から症状が警戒して後およそ2日後までで、ある。症状が警戒してから2日ほど経つまでは、通勤や通学は控えた方が良い。 国立感染症研究所が全国の内科、小児科のある病院、診療所で定点調査を行い、公表している。感染症サーベイランス事業の一環として行われる。保健所ごとに基準値を設け患者数が一定数を超えると、大流行が発生、または継続しているとみなし、警報レベルに達していると発表される。流行の発生前で今後4週間以内に、 大きな流行が発生する可能性がある場合や流行発生後であるがまだ流行が終わっていない可能性がある場合は注意報レベルに達していると発表される。都道府県で個別に発表される警報とは異なるので注意が必要である。風は世界的流行パンデミックの警戒水準を一家に定めている。CDC はインフルエンザパンデミック重度指数を作成し、 以下のカテゴリー分けが行われている。インフルエンザの語は16世紀のイタリアで名付けられた。当時は感染症が伝染性の病原体によって起きるという概念が確立しておらず、何らかの原因で汚れた空気、小気、ミ妻ズマによって発生するという考え方が主流であった。冬季になると毎年のように流行が発生し春を迎える頃になると収束することから、 当時の先生術師らは、天体の運行や、寒気などの影響によって発生するものと考え、この流行性官房の病名を、影響を意味するイタリア語インフルエンザと名付けた。この語が18世紀に、イギリスで流行した際に日常的語彙に持ち込まれ、世界的に使用されるようになった。なお、日本語となっている、インフルエンザはイタリア語での読みと違い、イタリア語での読みは、インフルエンザである。 日本では平安時代に近畿地方でインフルエンザらしき病気が流行したと記述が残っており、江戸時代には幾度か全国的に流行し、お七風、谷風、琉球風、おこま風など当時の世相を反した名称で呼ばれた。古くから風、風液とされる通り、悪い風が吹いて人々を病気にするという認識があった。幕末には、 インフルエンザの名称が蘭学者より持ち込まれ、流行性冒を流感とも略すと訳された。インフルエンザと呼ばれる以前は、江戸の人気芝居、お染め、九章の、染めにかけて俗に、お染め風といった、惚れた恋風に見立てた。民家の玄関に、お染めごめん、九章留守といった貼り紙をしたという。主に動物に感染する、インフルエンザ感染症であるが、 インフルエンザウイルスの変異によって動物人、人々へ感染することも懸念されている。人々への伝染が確認されると新型インフルエンザと呼ばれる。原因となるインフルエンザウイルスは人畜共通感染症であり豚と鳥類に感染することが知られている。人インフルエンザは元は鳥インフルエンザウイルスが遺伝子変異して 人に感染するようになったと考えられている。これらの動物と人間が密接な生活をしている中国南部の山村などでウイルス遺伝子の混合が起こり次々と変種が登場するものと推測されている。鳥インフルエンザウイルスには20種ほどのタイプがあり、中でも H1, H2, H3, H5, H7, H9 型が知られる。 H1H3 型は人間に感染し、A ソ連型、A 香港があったとして知られる。H5、H7、H9 型は毒性が強いことで知られる。鳥から人への感染力は弱いと見られ、人への感染例は少ない。しかし感染者の死亡率は6セ7トと、SARS の10%を上回る。2003年末から2004年初めにかけ韓国、香港、 ベトナムと東アジアで大きな被害を出した鳥インフルエンザは H5 への1型である。日本でも2004年1月に山口県で感染ニワトリが見つかったのを皮切り各地で鳥類への感染が報告されている。日本で1925年に同様の被害を出したものは H7 型と言われている。馬に感染する呼吸器疾患。発見されると 競馬の開催が不可能になることが多い。日本国内での馬インフルエンザは1971年12月に発見され、関東地区を中心に流行。それ以来競争場へのワクチン接種が徹底されている。馬から人への感染はしない。2009年4月、人が物体インフルエンザウイルス A 型、H1N1 型に感染する例が確認された。 2002年から国際的に問題となった重症急性呼吸器症候群と流行時期、初期症状が類似しているため、2003年冬以降は SARS との鑑別診断が大きな問題となる。初期に確実な診断をするためにも、接種を受けることでインフルエンザを除外しやすくすることが強く求められている。SARS の原因は SARS コロナウイルスという全く別のウイルスである。 インフルエンザウイルスによる感染を、細菌の感染と混同し、インフルエンザ菌という、誤った故障で用いられることがある。一方で、北里柴三郎らが1892年に、重症のインフルエンザ患者から分離したヘモフィルス、インフルエンザへという細菌を、インフルエンザ菌と呼ぶ、グラムイン肝菌であり、インフルエンザ肝菌とも呼ばれている。 院内感染でない市中肺炎の原因菌は肺炎球菌に次いでインフルエンザ菌であることが多い。当時はウイルスというものの存在は広く認知されておらず、ヘモフィルスインフルエンザへという細菌がインフルエンザ感染症を引き起こしている病原体の候補であると考えられたが、候補の原則に基づく証明ができなかった。 1933年にインフルエンザウイルスこそが真の病原体であると証明されたことで、この細菌が病原体であるという仮説が否定された。ヘモフィルスインフルエンザイは、インフルエンザウイルスに感染し免疫力が低下した、人に二次感染して、症状を悪化させていたことが原因であったと考えられる。インフルエンザ関禁、B 型の乳幼児感染症は、致死率や、 後遺症発生率が高いが、予防接種、皮膚ワクチンで感染を防ぐことができる。世界100カ国以上で、皮膚ワクチンは定期接種プログラムに組み入れられ、公費負担による接種が行われている。日本では2007年1月に厚生労働省の承認を取得し、2008年12月から発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。